とんど風のない穏やかな競争水面です。現在気温は20度。その水面で準優勝戦のラストカード第11レースが行われます。スッと出てきたのが5号艇の伊藤義智。本番ではどうやらセンターあたりまで入れそうです。対戦メンバーは1号艇長崎の赤坂俊介、2号艇福岡の塩田北斗、3号艇広島の別府正樹、4号艇香川の秋山博一、5号艇大阪の伊藤義智、6号艇岡山の岩津哲郎。真っ先にホーム側は1号艇の赤坂俊介です。春から輸出ラッシュ、今節も日に日に仕上げてきました。1号艇赤坂の陰線に人気が集中です。2コースには2号艇塩田北斗です。前半逃げて1着、今年3度目の若松、今度こそ優勝戦へ進みたいところ。そして3コース角に引っ張ります、5号艇の伊藤義智。さあこの11レース波乱の目となるか。3角戦です、5号艇伊藤。その隣4コースに3号艇の別府正樹、5コースには4号艇の秋山博一、トーチは実績十分。大外6コースに6号艇の岩津哲郎が構えます。本番は2対4になりました。進入インコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番の並び。スタートしました。1番、3番がわずかに覗いたスタートです。その後は1番、3番それぞれ出ていって1マークの旋回。逃げる1号艇の赤坂をまくる3号艇の別府。刺す2号艇塩谷、4号艇秋山。先頭は1号艇の赤坂が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇赤坂先頭、2番手は4号艇秋山対3号艇の別府。これから2マークの旋回です。トップで回るのは1号艇の赤坂、そして2番手2号艇塩田もやってくる。握り合う4号艇3号艇、2番手大激戦から4号艇の秋山がわずかに前に出ています。レースはこれから2周目。そんな中先頭は独走人気1号艇赤坂です。2番手は4号艇の秋山、追走する3号艇別府に2号艇の塩田、内を取っては6号艇の岩津。2周目1マーク2番手は4号艇の秋山の外を3号艇内側から6号艇と攻めますが、2番手は4号艇秋山がっちりキープ。3番手は接戦、3号艇の別府対6号艇の岩津、2号艇塩田、5番手2交代最後方5号艇の伊藤。これから2周にマークの旋回。先頭は1号艇赤坂です。2番手4号艇秋山、そして3番手の戦い6号艇の岩津が先に回る。2番かわして刺してくる3号艇ちょっとまたついた。3番手は6号艇の岩津が取り切って上位3艇1番4番6番となりました。その後ろは2号艇塩田、3号艇別府、5号艇伊藤と続きます。3周1マークトップ1号艇赤坂、続いて4号艇秋山、6号艇岩津と抜けていきます。上位3艇は1番、4番、6番で最後のバックストレッチ。さあ直線コース立て直してきた2号艇の塩田がじわり定冠詰めますが、現在4番手。これからラストターンマークの旋回です。先頭は人気に応えます1号艇赤坂俊介、2番手4号艇秋山博一、3番手6号艇の岩津、刺してくる2号艇の塩田、3番手は6号艇の岩津が守って間もなくゴール。1番五輪、4番五輪、6番五輪、2番五輪、3番五輪、5番五輪、以上前提五輪しました。